春高バレー県予選を前にシリーズで有力校を紹介しています。今日は第3シード女子鹿児島城西、男子錦江湾です。女子第3シード鹿児島城西高校、去年の県予選ではベスト8止まりでしたが、新チームになりインターハイ県予選ではベスト4に進出しました。その立役者となったのが3年生です。指導する西田幸弘監督は、夏以降3年生に自覚と責任が芽生え、チームの雰囲気が変わったと評価します。負けたら終わりというプレッシャーの中ですが、目標としてずっと掲げてきた優勝をつかみ取りたいと思っています。攻撃の中心は3年生のミドルブロッカー大原キラリ選手。高校3年間で最高到達点が24センチアップし、高い打点から繰り出す多彩な攻撃で得点を奪います。エースとして辛い時にどのトスでも打ち切って決め切るプレーをしたいです。そして攻守の要となるのが同じく3年生の東大野風紀選手。ライトからの攻撃だけでなく守備の面でもチームに貢献します。新人戦やインターハイですごく悔しい思いをしているので、この春高の舞台で3年生の思いをぶつけて絶対に勝ちたいと思います。西田監督がメンバー選考に悩むと話すほどチームの総合力が上がってきている鹿児島城西、29年ぶりの全国の舞台を目指します。強い気持ちと攻めの姿勢で一戦一戦戦います。春高行くぞ、せーの、最高。男子第3シード錦江湾高校、5月に行われたインターハイ県予選ではシード校を倒して3位入賞を果たすなど快進撃を見せています。ただ受験のため3年生は引退し、2年生の部員はいないため、1年生8人のみのギリギリの人数で挑む県予選。中心は3年生が引退する前からレギュラーとしてコートに立っている2人の選手です。エースは中山晃生選手。高い打点から打ち抜くスパイクでチームを勝利に導きます。パワーがあるのでブロックを弾き飛ばして点数を取ってみんなを後ろから鼓舞したいと思います。そしてもう一人はキャプテンの久保健人選手。相手のブロックを利用したスパイクで得点を重ねます。これまで3年生が引っ張ってきてくれて、今1年生しかいないのでどうにかして自分が引っ張らないとという感じです。絶対に全員で笑って勝ちたいと思います。就任1年目の牧内拓監督は、毎日やるべきことを考えて真面目に練習をすればおのずと結果がついてくると話します。夏から1年生チームでこうしっかり積み上げてきた集大成ですね、見せれるように、また次のその次の大会にもつなげられるような、試合をしていきたいと思っています。3年生が残してくれたシード権、先輩たちの思いを背負って一つでも上を目指して戦います。